トゥルーン、ドラゴンボール一番くじやりました。先週ぐらいかな、あの未来への決闘っていうドラゴンボールの一番くじが発売になりまして、全国のローソンと、あと HMV だっけと、あとねミニストップでも実はやってたんですよ。をなんかちょっと何店舗もこう回って、こんな感じの引きでした。あ、プラスね、あとこのアクリルスタンド、この30巻のやつ、これもう一個あるんですけど、これはダブったんで今ねしまいました。ということでね、こんな感じで全部で 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13回引いてるのかな。でフィギュア2個っていう結果なんですけど、いや3箇所で引いたんですよ。で、ね、1箇所のこの、ね、トランクス引いた時は、あのもうね残り10回以下でラストワンプラスご飯あったんだけど、まあラストワンでご飯別に欲しくなかったんでやめました。僕が欲しかったのはこのねミスターサタンが一番で、あとトランクスと、あとベジータ、あとね本当はセルも欲しかったんですけど、まあちょっとね我慢しました。こんぐらいで、やっぱり今回このねラバーのスタンドフィギュアみたいなやつ、これ超良くて、あれなんですよ、こんな感じでこのね分厚いラバーになってることで、これ、ね、立たせられるんですよね。これ良くない？だからもう1個で完成してるフィギュアみたいな感じでね。一番最初にちょっと重いのから選んだんですよ。そしたらねピッコロで17号16号、でトランクスは別に重いの選んでないんだけど、で重いの選んでセルも出ました。まあセルが当たりかなって感じはするんだけど、第一形態セルかな。でピッコロが僕的には気に入ってますね。ピッコロ好きなキャラなんでね。でアクリルもこんな感じで、まあアクリルスタンドはいつも通りって感じだけど、まあ表紙なのかな、31巻30巻のね、まあセルゲーム前後の多分こうね人造人間とかのやつのグッズなんでしょうけど、こう僕も最近見たばっかなんでね、テンション爆上がりですよ。ほらクリリンに18号がキスしてたり、ほらセルに、セル第2形態でいいのかな、ねベジータがキック、奥にはね、おそ、こっちどけようかな。はい。バイガイですね。悟空。この辺はね、なかなか選べなかったんだけど、あ、選べたっけな、これは。あ、これは選べたんだ。このね、ボードは確か選べて、このラバーとアクリルは選べなかったんだよね。で、フィギュアはね、他にもね、あとご飯と、あとなんだっけな、まあ、ラストワン賞は悟空と、あの、海王様で、羽生えた悟空ね。あとなんだろうな、あと何があったっけな、あとはベジータ、ご飯、ご飯は腕が取れたバージョンの再現できる未来ご飯なんだよね。だから未来ご飯はね、なんかテレビスペシャルに出てくるやつらしくて、まだそのテレビスペシャルね、アマプラで見れないんで、見てないんですよね。だからまあいいかなと思って。やっぱトランクかっこよくない？トランクスのかっこよさ。イケメンでやばいっすよね。やっぱサタン出来やばいよ。この髪の毛の出来やばくない？超でいいんだけど、箱超大きかったサタンね、いいよね。かっこいい、出来がやばいんですよ。この辺とか服との間に隙間あるからね。そう、最近おもちゃねあんま買ってないんだけど、今回はちょっとね割と散財しました。1万円ぐらい使ってんのかな、1回790円のくじなので。うん、やっぱ一番くじを引くコツは、あのいい感じの残りのところを見つけたら欲しいのが出るまで引き続ける、途中でやめたりして次行かないことかな、やっぱりいいのかなって感じですね。今回このラバーの出来がいいっていうのが すごいねいいですね。あと今回ハズレ賞で1個ねコップっていうのがあったんですよ。コップが1個も出なかったのは良かった。うん、あとね次回とかクリアファイルとかねあったりするって嫌なんだよね。クリアファイルとかハンカチとかはちょっときついかなって感じは、あと食器系ね。でも今回みたいなこういうやつとか、あとたまにミニフィギュアみたいな時もあるから、そういうのは全然いいよね。ほら16号この感じっぽいっすね。いいでしょうこれね、今このテーブルに飾ってます。はい、ということで今回はドラゴンボール未来への決闘っていうね一番くじをやってきたよっていう報告でした。ではまた、バイバーイ。